はい、お集まり大変ありがとうございます。ご承知のように今日国会は X デー、もうすぐ参議院で強行採決があるかもしれない特定秘密保護法案をめぐって国会の外では、たくさんの抗議の声がある中です。ここだけなんかひっそりした空間にも思えますが、実は今日第33回となります国会エネルギー調査会のテーマでありますエネルギー基本計画の見直しというのは、ご承知のように福島の原発事故後初めての基本計画の見直しであり、本来は脱原発を求める国民の強い思いや、あるいは被災地のまだまだ復興にも至らぬ現状を見れば、もっと国民的課題としてまた議員も本当に熱心に論じていい議題ではあると思いますが、まあ国会の常として大変議員は多動であちらこちら駆け持っておりますので、順次議員も参加をいたすと思います。一方、いつもご熱心なご提案をいただいております有識者の皆さんは、今日もまあなんとフル豪華メンバー6人来ていただけまして、大変ありがたいところでありますが、逆に来ていただきましたお一人お一人にとっては、なんだそんな短い時間で言うことだって言えないじゃないかと、きっと不満というか、この運営に不信も抱いておられるかもしれません。でも一つだけ言い訳をさせていただくと、今日講談に資源エネ庁が参りますが、実は聞き及ぶところ、資源エネ庁の、事務局がこの国家基本エネルギー基本計画の見直しの各有識者に示す素案はもうすでに出来上がっているのではないかというところまで来ておりまして、国会に残された時間が非常に少ない、そして明日が会期末だということで、とにかくもう本当にこれだけの皆さんに来ていただいて一緒にやっていただくというのは申し訳ないのですけれども、この貴重な時間で皆さんにご提案いただいて、特に国民に分かりやすく論点整理をしていただければと思っております。で、今日司会は、我が、原発ゼロの会の共同代表の近藤先生にお願いして、なおもう一人の河野太郎さんは今インドでこのエネルギー政策の話を、してこられるということで、自民党代表として言っておられますが、内容は乖離があるかもしれないことも自民党も含み置いてるそうですから、ここに深いわけがあるかと思いますが、いずれにしろ河野さんがちょっとご出席をされません。その分あと何人かゼロの会からも参加という意向をいただいている議員もおられますので、順次来ていただけると思います。ではここで近藤さんにマイクを変わります。はい、原発ゼロの会の共同代表の一人であります近藤修一でございます。どうぞよろしくお願いします。それでは本当に皆さん、お話をしていただくことがたくさんあるんだと思いますが、恐縮でございますが今日は 7,8 分をめどにお願いをしたいというふうに思います。また始めさせていただく前に、今安倍議員からも言及がありましたように、特定秘密保護法案のことが今参議院の委員会で本当に異常な中で、審議をされておるということであります。この問題もこのエネルギー基本計画も民主党政権の時に全国で討論型世論調査をしたことと全く違うことが政権が変わって行われようとし、そしてエネルギー基本計画もそういう中で計画をされようとし査定を策定されようとしているということであります。私は本当に根っこが同じだというふうに思っておりまして、ですから逆に言うと、そういう中で、ぜひ、それぞれの研究者の皆さんに、考えを開陳をしていただきたいと思います。それではまず飯田哲成環境エネルギー政策研究所所長よりお願いをしたいと思います。はい、環境に政策研究所の、飯田哲成です。
私どものメモはお手元の配布資料の3ページ目からですが、まあ、私ども半分運営者側でもあるので、できるだけ手短に済ませて、内容面については次からの、宇田川さん以下皆さんに極力譲りたいと思います。3ページ目の特に構造的問題点のところだけですね、ご説明をして、そこから先のところについては内容面については皆さんと重複する部分が多いかと思いますので、そちらに皆さんの方に譲りたいというふうに思います。まあ、昨年末までは私とそれから共同座長の今日今欠席ですけども上田さんも、まあ委員として議論に参画していたわけですけれども、まあ、その議論に参画する中でも非常に感じていたものとしてですね、この、まあ、今検討議事録なんかを拝見する、まあ、N 基本計画の問題点としては、まあ、大きく2つ内容面としては4つの、まあ、構造的欠陥が、まあ、あるというふうに考えています。まあ大きな2つという意味ではそのいわゆる体制手続き論の問題、まあ、これはエネルギー基本計画の基本問題というふうに、まあ、上田さんがもともと基本問題委員会の基本問題というものから拝借をしたわけですが、まあ、そして内容面ですが、で内容面についてはいつもこう現実感がなくですね、抽象的な議論に、まあ、終始をするということで、つまり福島原発事故が起きたというリアリティと、そして今なおその、まあ、事故の収束のめどもつかないというですね、その危機感がないというのが一方で、停電するぞとかですね、燃料コストが上がるぞっていう、そういうその、まあ、狼が来た的な脅しだけは大声でするんですが、本当の、まあ、やっぱり福島原発事故が起きたというリアリティ危機感がないということが、まあ、内容面の第一。そして第二としてはですね、まあ、今現状は、まあ、ある意味非常に混乱混沌期だと思います。この過渡期から、この過渡期をどういうふうに移行管理をして、いわゆるトランジションマネジメントをして出口に向かっていくのかっていう移行管理っていう発想がないので、なんかこういきなりあたかもこう美しいエネルギー需給の姿ができるかのような、まあ、しかも抽象的な議論に終始をしているという意味で、まあ、簡単に丸バツをつけましたが、まあ、民主党政権時で最大の成果はやはりこうエネルギー、環境会議を官邸のもとに置いて、まあ、経産省から経産省で戦艦していた体制を一応官邸主導のもとに置いたと、そして時間にもやり方としても非常にまあ限定的ではあったけれども、一応参加型で討議型世論調査であるとか選択肢を示してのパブリックコメント、そして審議会構成の配慮と、まあ、丸とまでは言わないまでも、少なくとも一歩進んだ白三角ぐらいのですね、進め方の努力はあったと。まあ、ところが安倍政権になってもう、2009年以前どころか、おそらく自茶さ政権以前ぐらいに戻るかのようなですね、非常に古臭い、原子力村だけで固めるような、とんでもない時代錯誤の進め方になり、昨年行われた参加型討議型世論調査であるとかパブリックコメントは全て、まあ、無視をするような進め方であると。で、まあ、その後の実際の結局経産省がそうは言ってもですね、この間民主党政権下でも、主導権を持って進めてきたので、このリアリティの欠如とトランジションマネジメント、これは、まあ、いくら私とか上田先生とか提起をしても、まあ、全て却下をされ、まあ、そうは言っても一応2030年代に原発ゼロということを決め、まあ、いわゆるグリーン、エネルギー改革といった方向性も出されたという意味では、まあ白三角かなと。まあ、バッテンは核燃料サイクルをブレずにやるという逆噴射した閣議決定で、まあ、これはどう考えてももう、逆立ちしても なんていうか論理が通らないんですが、まあ、しかし、まあ、その全ての面において安倍政権はさらにはるかに後退をしているということで、
まあ、構造的欠陥を抱えたまま前に進めるということはですね、311福島原発事故が今なお続く日本が決めるべきエネルギー日本基本計画としてはまあ極めてハレンチなものにならざるを得ないというふうに考えております。私の方からは以上です。ありがとうございます。じゃあ宇田川学部産業技術総合研究所主任研究員さん、お願いいたします。産総研の宇田川です。今日初めてあの招きいただきました。私は原発についても政策についても素人なんですが、まあ、あの省エネの技術評価はあの研究している立場であのお話をします。あ、次のスライドお願いします。あ、座らせていただきます。まず省エネを考えるときにエネルギー構造としてですね、全体の省エネをするときにはまず大きなところを減らさないと減りません。全体として小さなところを一生懸命やっても成果は小さいので、たくさんエネルギーを使っているところで減らすのがまず大事です。でそれから2点目として電気はその中の一部ですので、熱や運輸燃料も含めた右側にございますね。こうしたところも対策として考えていく必要があります。で3番目としてですね、電気だけ考えるときにも実は電気として私たちが使っている部分のエネルギーよりも発電所でロスになっているところの方が大きくなっています。ですからこういうところも視野に入れなければいけません。あ、次お願いします。で日本はエネルギー の効率化が進んでいると言われますが、それでもですね、有効に使っているエネルギーは全体の3分の1だけです。3分の2は熱として捨てられています。で一番量としてロスが大きいのは発電所です。で、まあ、他にも工場でもオフィスでも家庭でもそれぞれロスがありまして、まあ、率としては運輸の車 のロスが大きいかもしれません。次お願いします。で各部門で90年以降エネルギー効率を着実に上げてきたかというのがこのグラフです。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、90年時点 の生産量あたり、床面積あたり、世帯あたり、輸送量あたりのエネルギー、まあ、エネルギー効率と言っていいかもしれません。これが90年以降上がっているか下がっているかを示したもので、1より大きな数字になっていれば効率が悪くなっています。1以下でしたら良くなっています。でこういうふうに見ますと、この20年間残念ながらあまりシステムとしてのエネルギー効率は上がっていません。運輸旅客のように悪くなっているところもあります。個々の技術で見れば省エネ技術たくさんいいものが出てきているのに、全体システムとしては活用できてないということになりまして、まあ、努力はしたかもしれないけれども成果を着実に上げているとは言えない状態で、逆にこうしたいい機器、いい技術、いいシステムを採用することで大きな省エネの余地があります。次お願いします。で省エネの位置づけとしてですね、省エネ原発事故以降相当な省エネが各分野で進みつつあります。ただ一部には我慢の省エネもなされています。で必ずしも我慢だけでなくてですね、技術やシステムあるいは運用を駆使したスマートな省エネ、そういう労働環境、生活環境、学習環境に悪影響を及ぼさないようなスマートな省エネの手段がたくさんあります。でそうしたものを使うと上乗せが容易になります。まあ、ここ左が 1,2,3,4 とありまして、設備自体の省エネ性のある、まあ、こう設備更新で省エネ技術を上げる、あと設備自体 のつながりのところのシステムで省エネをする。で3番目にその運用といっても我慢の運用ではなくてですね、その適切な使い方をするというようなところで省エネをする、まあ、こうしたところですと後戻り の負担がないので着実に省エネを上げていくことができます。右側の絵を見ていただきますと、まあ、1年目 10% 省エネをしてもその省エネを確実に達成した上で次の設備更新をする、あるいは次のシステム技術を
導入するというようなことで2年目3年目着実に上げていくことができます。それがあの4番目にある左側の4番目にあるようなあの労働環境悪化になるようなあの冷暖房の機器を止めてしまうというようなあのがあの我慢と根性の省エネをしてしまうとですね、これをあの2年目3年目も続けろって言ってもなかなか厳しいと思いますし、でさらにあの一つの部屋であの冷暖房を止めたので今度次の部屋でも我慢あの冷暖房を止めようなどとそういう対策の追加もなかなか難しいということです。こういうスマートな省エネをやっていく必要があります。次お願いします。であのこの間の疑問としてあの第二次石油危機の時に日本は大変あの努力して省エネ技術を導入したのでもう余地がないのではないかというそういうあの疑問があの皆さんにもあると思います。ところがですねこれはあのいつかというと30年前ですね。その30年間にあの私たちはあの相当な技術進歩を体験してます。あの他 の, あの産業機器民生用機器でもそうですしそれは省エネでも例外ではありません。あの例えばあの発電所で見ますとあの最新の LNG 火力発電所このあたりですと東京電力の川崎火力の2号系列になりますがここはあの石油ショック当時 の, あの火力発電所 の, あの発電効率よりもはるかに良くて使う燃料も3割あの同じ発電量でも3割燃料を減らすことができます。で あと冷凍機あのこれはあの半導体工場でもあるいはあの その他幅広い工場でもあとあのここのビルにもあるかもしれません。冷暖房などに使われてますが、まあ、こうしたものではあの当時のものよりも電力消費が3割減あるいは半減ぐらいになってます。それぐらい大きなあの省エネ技術の進展があります。でしかもその30年前に入った機器設備ですからそろそろ設備更新の時期になっていてであの省エネのチャンスになってます。で あの次もう一つの疑問として他の国よりもエネルギー効率が日本はいいので他の国でやった方がいいんじゃないかというあの意見があります。で、まあ、他の国でやるのは、まあ、あの当然やった方がいいと思いますけれどもあの省エネ対策は後で説明するように環境やエネルギーに得なだけでなくてあのコストや経済にも得なところがあるので日本でもやった方がいいだろうということで、まあ、例えばあの輸入化石燃料費あの去年も今年も25兆円ぐらいかかってると思います。あの例えば2割あの省エネをして化石燃料消費をあのそれ以上減らせれば、まあ、例えば5兆円とか6兆円とか減らしてあのそれを国内産業に回したらあの産業も発展するし雇用も増えると思います。まあ、そうしたメリットがあるということです。あ、次お願いします。で省エネ の, あの一つ の, あの事例としてあ、まあ、あの目安として同じ種類の工場同じ種類のオフィスあの 同じ業種のサービス業の施設例えば 商業施設ですとか病院ですとかホテルこういうものの中にあの同士で相当あの効率に差があります。これはオフィスですが、まあ、最大と最小であの4倍ぐらいの差があります。あの他の業種でもこういうことになってます。でこういう時にはあの効率の悪い施設というのはあのそこの建物の断熱性能ですとかあの機器の性能が悪いのであの別に決して贅沢をしているわけではないのにあのエネルギーを大量に使っているというでこういうところで対策を取れば大きく削減することができるということです。そういう目安になるということです。次お願いします。であのじゃあ具体的にどういうことをやるのかといいますとあの家庭で見ると左側が、これはあの化学油脂振興機構の低炭素センターで家庭についてまとめられたもので左側が浪費型の家庭あの浪費型機器断熱性の悪い建物あとここ車も入れてますが燃費の悪い車をやってると入れてるところに比べて右側のようにあの省エネ機器あの断熱性のいい建物燃費のいい車を入れたところではあのエネルギー消費が同じ使い方をして4分の1になるというあの成果です。でこれはあの太陽光発電によるあの発電分をあの入れてしまってますのでそれを差し引いたとしてもあの 60% 下げ、まあ、3分の1あのぐらい の, あのエネルギーで済むということで大きな削減余地を示しています。でこれをあの工場ですとかオフィスですとかそういうところでやるともっと大きな効果が出る可能性があります。次お願いします。で工場やオフィスでしたら
まあ、効率の悪いところが見つかりますので、まあ、そういうところで集中的に調べますと、右側のようにエネルギーをたくさん使っている機器でですね、最新型にすると大きな効率改善が得られるようなことがたくさん見つかります。で、熱についてはそれの他にですね、高温の排熱を低温の熱利用に回すと、いちいち化石燃料炊かなくても熱の使い回しで大きな削減ができます。あと業務や家庭の低温です、冷暖房や給湯ではですね、工夫をすればわざわざ電気ヒーターや化石燃料を使わなくても排熱や太陽熱などで十分賄えるということがあります。そういうことを、そういう、まあ、エネルギーの質ということがありますが、そういう特性を生かすことによって大幅な省エネができます。次お願いします。で、対策事例として火力発電所では発電用燃料 30% 削減をして、おそらく100万キロワット級でフル稼働していれば数百億円 の、 削減になります。あと半導体工場でも3億円ぐらい削減した例がありますし、運用改善だけでその機器で4割改善ぐらいをしたことがあります。その他いろいろな改善例があります。次お願いします。で、各種類でですね、電気の消費、熱量、運輸燃料、それぞれで大きな、まあ、研究によっては3割とか4割とか、まあ、そういう削減がの可能性があるという、そういう報告がありますし、で一番上見ていただきたいですが、そういう最終消費だけでなくて、電気の消費が減れば火力発電のロスも追加でそのまま減らすことができますし、それにプラスして火力発電所の省エネをすれば、先ほどのような発電効率を上げるようなことをすれば、さらに大きな削減ができます。次お願いします。で、省エネと再エネの、ね、連携として、省エネを、まあ、3番目のところで大きく進めると、再生可能エネルギーの割合を飛躍的に増やすことができます。こうした両方の連携ができるといいと思います。次お願いします。で、経済的にはですね、左側は省エネする側です。省エネはだいたいきちんと事業評価すれば投資回収できますので、投資回収後はその企業あるいは家庭にとって利益が増えることになります。最近関東経済産業局が知得ブックというのを発表して、省エネは売上を伸ばすことと同じですというような、そういう説明もしています。対策によってはそういうことになります。で、またそれ受注する側、左側の緑色の設備投資、これはおそらく国内産業に回る分が多いと思います。そうしたことで国内の産業発展あるいは雇用の増加につながる可能性があります。逆に光熱費ですと化石燃料を使っているとおそらくその多くは海外の大手エネルギー資本にそのまま出ていってしまうと思います。次お願いします。まあ、まとめとして、まあ、省エネについて大きな余地があるとともにいろんなメリットがあることをお話ししました。で、実態把握をしますと、今実態把握が不十分なんですが、今つかめていない例えば運用ですとか設備回収とかそういうところの余地は十分につかまれていません。こういう実態把握をさらに進めることによってまだまだ余地が増えて、もっと効果的な省エネ対策の中からより有意なものを選んでいく、そういうことができると思います。長くなっちゃったかもしれません。どうもすいません。ありがとうございます。じゃあ続きまして、大野照之自然エネルギー財団ジョージ・ムリーさん、お願いいたします。はい、大野です。よろしくお願いします。今お手元にですね、こういう冊子が配られていると思います。で、これ今週の月曜日12月2日に発表した、自然エネルギー財団のエネルギー基本計画の提言、原発ゼロの成長戦略でございます。で、この中身のエッセンスを短い時間ですがご説明申し上げたいと思います。で、スライドのコピーはお手元にお配りしてないので画面の方を見ていただければと思います。では次お願いします。で、この提言3つの観点から作っておりまして、まあ、1つは原発からの脱却を進める。で、2つ目は気候変動の危機に立ち向かう。で、3つ目がエネルギー転換による新たな経済成長を目指すということでございまして、特に3点目、まあ、原発ゼロの成長戦略ということで、むしろ原発をゼロにして新しいエネルギー転換をした方がいいんだということを主張しております。次お願いします。で、お話あったように政府の基本政策分科会でいろんな議論が進んでおりますが、その中では
相変わらずその昔型のこれまでのあのエネルギー構造を続けていこうということで、例えば原発はコストが安いでありますとか、自然エネルギーはコストが高いから、エネルギーセキュリティの観点から言って、やっぱり原発が必要なんだ、で国富が有利する、代替できるエネルギーがない等々の議論が行われておりますけれども、これに対し、いろいろと5つの提言の中で、ですね、これに対する批判、反論を行っておりますので、詳しくは後でお読みいただけると思います。で今日はこの中から5つの提言のポイントだけをご紹介します。次お願いします。で提言の1が、原発ゼロを決定して負の遺産の増加をストップし安全なエネルギーへの投資を加速するということです。次お願いします。で我々今回改めて原子力発電のコスト、発電コストの試算を行いました。原発を基幹電源として維持するということになれば、必ずどこかの段階で新設増設をしなければなりません。で民主党政権の時に再計算をして、今まで言われていたような1キロワット6円というようなものではないとして、8.9 円以上であるということになったわけですが、この中にもまだ今現在欧米で建設が進んでいる、例えばのコアキャッチャーと呼ばれるようなものが入っている本当の最新設備は入っておりません。でそうしたものでありますとか、廃炉の費用でありますとか、その原則を見直した結果、1キロワットあと17.4円というとんでもない価格になってしまうということでありますので、全く経済性はないということであります。次お願いします。逆に、原発ノーというですね、原発化も二度にしないんだというその大方針を決めることによって安全なエネルギーの投資が促進できるということだと思います。でこれは新電力の各社等々とお話を伺いましても、電力ビジネスに参入するために新しいその例えばその天然ガス発電なんかを作りたいんだけども、政府の方針がはっきりしなくて、原発が稼働してしまうかもしれないと、そうすると、供給力が過剰になってしまって売れなくなってしまうので、できないというようなお話を伺います。ですからここでノーを決定すれば、新しい投資に向けた投資が始まってくると。で今宇田川さんのお話でもありましたが、全国ではその非効率な火力発電所が5000万キロワットもあります。でこれをリプレイすることによって、まさに燃料費も削減できますし、で最近またぞろ冬でですね、供給不安があるというふうなキャンペーンも始まっておりますが、本当にそうであるならば原発災害ごとに固執するのではなくて、新しいこうした発電を作っていけばいいということであります。で現に東京電力はまた当店を褒めるわけではございませんが、3月11日の以降、夏までに100万キロワット程度の増強をしております。で逆にこういう増強を新電力がやればですね、新電力各社の供給力も高まって、電力制度改革の競争的な市場環境を作るということも実効性を高めることができると、こういうことであります。で写真を出しているのは東電の日立高の火力発電所でございますが、ご覧いただけるように大変敷地に余裕がありますので、こういうところを活用すれば、スクラップ&ビルドではなくてビルド&スクラップで昨年新しい発電所を作ることも可能であるということを提言しております。次お願いします。提言の2が、自然エネルギーの拡大で19兆円の経済投資、国内企業と地域経済を活性化ということです。次お願いします。で、世界的にも本当に大変な勢いで風力発電、太陽光発電増えております。でその中で、これは環境団体とかではなくてですね、シティグループとかドイツ銀行という、メジャーな金融機関が最近報告書を発表しているんですが、もう本当に近いうちに補助金なしに普及が可能になるんだと、そこまで下がってきているんだという推計をしております。次お願いします。で日本ではまだそこまでは言っておりませんけども、例えば左側のグラフは、これは水力発電、大規模水力を除く新しい自然エネルギーの、伸び率を見てるんですけども、2000年から2010年まで10年間かかっても電気の供給量に占める割合は 0.5% しか、わずか 0.5% しか、10年間で増えませんでした。それが震災後、特に固定価格買取制度が始まった以降ですね、ご覧いただくと 1.1 から 2.34 ですから、1.2 ポイントぐらいでしょうか、そういう意味では過去に比べれば大きな成長が始まっております。でこれに大規模自然、大規模な水力発電を加えると 13.5% ぐらいになりますので、そういう意味では2020年 20% 程度に向けてですね、着実に前進が始まっていると言っていいんじゃないかと思います。それから価格の方もですね、右側の方は非住宅の太陽光発電の導入費ですが、2006年から比べてもう半分ぐらいになっているということで、日本でも確実な変化が始まっているということです。それで、あともう一つは、高くてですね、最近言われているのは、これがその固定価格買取制度で、家庭や企業に負担金でいきますので、それによって、経済やその、生活や生産を圧迫するんじゃないかということで、2020年までに、
20% 程度まで導入した場合で、それが固定価格買取制度で負担になった場合にどの程度のアップになるのか試算も行いました。でそうすると製造業については平均すると 0.25% ということになりますので、もちろん業種によっては少し高いところもございますが、平均的にはあまり大きなものではないという試算も行っております。次お願いします。提言の3番が省エネルギー天然ガス火力効率化、自然エネルギーの拡大で将来、現在と将来の燃料費問題を解決するということであります。次もお願いします。で今電力供給に不安があるという説に変わってですね、最大の原発を維持し今後も使っていくという議論の根拠になっているのがこの燃料費問題でございます。ただ注意しなきゃいけないのは、増えているという言われている中で、燃料費が増えている中で半分ぐらいはですね、化石燃料自体の上昇とそれから円安の影響ということでございまして、残りが本当の原発の稼働のと停止による分です。ただこれも経済産業省の試算では2012年度に 3.6 兆円ですか、化石燃料が増えていると、原発の稼働に停止によってという試算もされておりますけれども、これは2010年度に動いていた原発がすべて、その発電量すべてがこの化石燃料で補った場合ということでございまして、実際には省エネが進んでおりますので、その省エネの効果を計算しますと省エネで約1兆円減ってます。もうすでにこれまでこんな成果が上がっているということです。ですから今後についてもそうした方向を目指すべきだろうということです。次お願いします。で確かに燃料費問題はそうは言っても大きな問題であります。ただこれもですね、このグラフは何かと申しますと、国内の総輸入額に占める化石燃料の輸入費のグラフです。確かに2011年以降、このオレンジの折れ線グラフがその比率を示しておりますが、上昇しておりまして、2012年 34% までいってます。確かに上昇してます。しかしグラフの左の方を見ていただきますと、これがオイルショックの頃です。でオイルショックの頃は最高2080年度に 47% まで上がりました。ですから今よりもはるかに深刻な燃料費問題をやはり省エネを進むことで解決してきたということで、現在3割までで 34% までいってるから原発再稼働なんだというのは、ちょっと短絡的な考え方ではなかろうかという指摘をさせていただいております。次お願いします。でこれはですね、原発再稼働ではなくて省エネと自然エネの拡大こそが根本的な燃料対策であるということを示したもので、宇田川さんの先ほどのお話と共通するものでございますけれども、どういう試算かと申しますと、2010年度福島事故以前のエネルギーの需要と供給の構造、それを維持したままでいったらどうだろうかということであります。で化石燃料価格が上昇していきますので、2020年度は原子力火力維持というのは、原子力を福島原発前と同じように稼働したとしても化石燃料価格が上がっていくので、省エネや、自然エネルギーを増やしたものと燃料費はほぼ同じになると。2030年度までいけば、原子力火力維持のパターンは化石燃料がさらに上がっていきますので、上がっていきますけれども、省エネと自然エネルギーが進めば、燃料費負担をそのパターン従来型ものよりも安くできると。したがってこれこそが本当の、燃料対策なかろうかという問題提起をしております。次お願いします。提言4でございます。原発プラス石炭の組み合わせから自然エネルギープラス天然ガスへの転換することが、自給率を向上し、また二酸化炭素の削減も進めることであるということであります。次お願いします。で中東依存度エネルギー安全保障というのも、原発維持が必要なんだという議論の一つの根拠になっております。しかし確かにですね、原油については、80数パーセント中東依存度が高いわけでありますけれども、ただ原油石油というのは、多くが、自動車燃料でございますとかそういうものに使われておりまして、発電に使われているのは約1割であります。で逆にじゃあ火力発電の中で、石油火力ってどうなんだろうかというふうに見ますと、このグラフは火力発電の中での、石油火力、石炭火力、天然ガス火力の割合を見たものでございます。で確かに、1970年代は、90%、91% まで火力発電の中で石油火力が多かったんですが、ぐっとこう割合が下がってきてまして、現在では18%、 2003.11 以降増えても18%ですか、5分の1です。で逆に最近そのウェイトが高くなっているのは天然ガスでございますが、天然ガスの中東依存度は 29% です。しかもこれに将来、北米からの供給が始まりますので、さらに下がっているということで、中東依存度、原油石油が高いということは、何ら原発を維持しなければならないということでございます。次お願いします。
でもう一つは気候変動対策、温暖化対策です。で温暖化対策をやるんだということもですね、原発が必要なんだという議論になっているわけですが、まず指摘させていただきたいのは、そういうその原発頼みの、温暖化対策をやってきたからこそ、原発頼みでその代わり本当にやらなきゃいけないキャップアンドレードのような大規模なそのエネルギー効率化や省エネの進める施策を導入しなかった。また自然エネルギーも消極的だった。一方そので電力本に関していても、CO2 を減らすのと言いながら一番 CO2 排出が高い石炭火力を増やしてきたと、このことが問題を生んでいるわけでございまして、今後については、それとは逆の方向で、省エネ自然エネルギーか天然ガスの更新で、CO2 削減を図っていくことが必要であるということでございます。最後提言の5であります。では、そうした今いくつかの論点を差し上げましたが、じゃあ今後はどういうふうなエネルギー構造を目指すべきになるかということで、最終的には分散型の電力システムの転換で需要者が中心となる自立型のエネルギー社会を目指すべきであるということであります。次お願いします。で 3.11 の時もですね、こう真っ暗になりました。それからアメリカでも去年の11月にハリケーンサンディが襲ってですね、非常に停電が続きました。でその時に東京でも例えば六本木ヒルズが自分で発電設備を持っていて電力を供給でした。あるいはそのニューヨーク、ニュージャージーでも同じような話がございました。したがって今後についてはそういうふうに分散型の電力供給を、自然エネルギーも含めてやっていくことが必要だろうということでございます。次お願いします。でこれはですね、何かと申しますと、プロシューマーというのは、これはご承知のように消費者でありつつ生産者であると。太陽光発電や燃料電池で自分のところで発電するということなんですけども、左側の方はですね、デイビッド・クレインさんという方で、これはアメリカ最大の独立発電事業者、電力会社に卸売をしている発電事業者で、発電規模は大体関西電力の 1.5 倍ぐらいあります。非常に大きな全米最大 の会社です。そこの CEO のデイビッド・クレインさんが、今年ですね、消費者は電力会社を必要としないことに気づき始めているという発言をされて非常にショックを与えました。つまりもう太陽光発電や燃料電池が普及してくると今までの電力会社のもとはもう通用しないんだと。で右側の方はですね、この方は連邦のエネルギー規制委員会の議長、FARC ってやつですね、議長のジョン・ウィリフォンさんです。でこの方も太陽光発電も安くなってもう全ての他の電源をもう起こしてしまうんだと。で一般電気利用者はそれに適応するか滅んでいくしかないんですよというふうな発言をしています。こんなふうに、新しい技術の発展がエネルギー社会を変えているということでございます。次お願いします。で今日ごく簡単にご説明しました。で実は明日ですね、1時半から、国際文化会館、六本木で説明会を開催しますので、もしお時間のある方はぜひご参加をいただければと思っています。で今我々議長のトーバス・コブリエも来日しておりますので、世界の状況についてもお話を申し上げます。以上でございます。どうもありがとうございます。ぜひお時間のある方でお出かけをいただきたいと思います。続きまして 平田紀美子気候ネットワーク理事より、理事さんよりお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。今日はXデーにもかかわらず会を開いてお招きいただきましてありがとうございました。私はエネルギー基本計画と気候変動政策との関連で少しお話しさせていただきます。次お願いします。まず9月にIPCC が新しい報告を出しまして、やはり温暖化が起こっているということと、これから気温がさらに上がっていくということを改めてより成熟した科学的知見を発表しました。産業革命前からだと 1.15 から 5.65 度の幅で上がるということなんですけれども、今この幅の中で4度上昇まで突き進みそうだというのが今のトレンドです。次お願いします。でそれに対して非常に世界では日本ではちょっと今忘れ去られてるんですけれども、世界では危機感が高まっておりまして、世界銀行熱を冷ませというような感じですけれども、その人類と発展を脅かす4度の上昇は必ず避けなければならないというレポートを毎年出しています。はい、次お願いします。で先々週まで COP19 がワルシャワで開かれていたんですけれども、そこでは2020年までの取り組みをどうやって引き上げるのか、なぜなら今足りないから、2度目標というのがありますが、そこに足りないから、そして2030年にはどういった枠組みを作るのかということが話し合われました。20年30年どんな経路をたどるのかというのが今の焦点です。次お願いします。ではエネルギー基本計画との関係はどうなのかということなんですけれども、日本の CO2 の排出の9割はエネルギー起源です。
つまりエネルギー問題と気候変動問題は深い関係があります。ですのでこのエネルギー基本計画で CO2 対策をしっかり考えないと、温暖化対策もしっかり取れないということになります。しかしこれまでは必ずしもエネルギー基本計画ないしはこれまでずっと作られてきた長期エネルギー需給見通しというものが、気候変動政策と一体的に、議論されて決定されてこなかったという不幸な、現実があります。そしてまた、もうさっきにも触れられましたがこれまでの二酸化炭素の対策というのは、もうほとんど原発頼みであったということです。はい、次お願いします。で、COP19 に向けて、安倍政権が、民主党政権時に 25% 削減というのを発表しましたが、それをゼロベースで見直すとして新しい目標を発表しました。それが2020年の紫の線まで上がったところです。紫の下のところが 25% 削減でした。で、つい最近京都議定書の第一約束期間である2008年から12年の目標はもう達成できるということが、分かりましたけれども、そこからも、9.1% ぐらい増えちゃうという目標でマイナス6から、90年比で見ると 3.1% 増やすということで、これを COP の期間中に発表したものですから世界から大きな批判が、上がりました。で、これは、エネルギーミックスがまだ決定していないということで現時点で原発をゼロにして、そして減反を固定したから仮の数字だと説明しておりまして、いかにも、原発再稼働すれば削減目標は引き上げできると、言いたそうな発表の仕方であり、それも大変気になりました。次お願いします。しかし一次エネルギー供給で見ますと、電気ばかりに注目しがちですけれども、原発は1割ぐらいでありまして、CO2 はありとあらゆるエネルギーから出ているわけです。次お願いします。で、先ほどの歌川さんの図にちょっと似ておりますけれども、原子力によるところだけでなく削減の余地というのはたくさんありまして、発電の損失を減らすということ、それから一番下の用途として一番たくさん使っているところの省エネをするというような、ことが、求められておりまして、問い直すべきはエネルギーをたくさん使う社会、これが温暖化問題が突きつけていることであります。次お願いします。で、原発と CO2 の関係ですけれども、これを見ていただきますと、一番下が原発の設備容量の伸びです。それに比例するように、CO2 排出量も増えてきたというのが、今までの現実ありまして、原発推進とともに CO2 排出は増えてきたんだというのが私どもの認識です。で、そして原発は大量にエネルギーを使う社会を後押しする技術であるということであります。ですので、どんどん原発推進しようが、その CO2 排出をしている元を変えないと全く温暖化対策にはならない。それが、原発推進ということで逆に取らずに済ませてきたというのがここまでの状況だと思います。で、次お願いします。では何が要因かということなんですけれども、一番大きいのが石炭だと思っています。これは石炭 の用途別の消費量ですけれども、赤い線が、電気にのを作るために使われてきた石炭で、特に80年以降ものすごく利用が増えてきているのが分かります。で、次お願いします。で、CO2 排出量、発電部門で見ますと、一番左の90年から2005年までの間にぐーっと伸びてきたのが先ほどの赤いラインと、比例するわけですが、それ以降ずっと石炭の消費というのは石炭の発電による二酸化炭素というのは高止まりをしています。で、2011年12年は確かに、急激な原発の停止によって、石油、それから、効率の悪いガス、小さなガスタービンのようなもので排出が増えていますけれども、こちらは省エネなどで私は数年で回収できると思うんですが、もう CO2 削減を減らすためになぜ石炭抑制策を進めないのかという、2013年はもっと増えると思うんですけれども、それは今まで原発推進するからということで済ませてきたということです。次お願いします。で、排出が CO2 温室効果ガスの排出がどこから出ているのかと、左のグラフだけ見ていただいたらと思うんですが、原発事故前 のデータですが、発電所からの排出が一番多いと、石炭などからの排出が一番大きい、そして大きな工場などが、多くを占めているところで、ここをなんとかしなくてはならないんですよというのがこの問題です。次お願いします。では政府の今の政策はどうなのかと言いますと、6月の日本再生戦略では、
高効率の火力発電を徹底活用すると言って石炭と LNG をまあ並列にしています。そして下の方に火力発電の技術開発支援としていろいろ並んでますが、すべて石炭 の, さらに高効率化を図ると、これをまあ成長戦略の中に位置づけているということです。次お願いします。さらに、細かくは申し上げませんが、これから石炭の火力発電所も古くなるということでリプレースすると、で新しくするなら効率が良くなるんだから環境アセスメントは簡略化しましょうと、スピードアップしましょう、簡略化迅速化しましょうということで、今広島の竹原の発電所のリプレースなども進められています。住民はだいぶ懸念を示しております。ということなんですけれども、次お願いします。ちょっと見にくくて申し訳ないんですけれども、改めて確認したいんですが、石炭はたとえ高効率でもものすごくたくさん CO2 は出すんだということをここでご確認いただきたい。上から2番目の600度と書いてある石炭火力、これが大体世界一 の, 高効率の発電所といわれる、磯子火力発電所などが大体これぐらいの二酸化炭素を出します。で福島で今度作るんだと報道されました IGCC という新しい技術ですけれども、それでもこの3番目の、710g/kWh 当たり CO2 を出すということで、一番下が LNG ですね、その天然ガスの高効率のものと比べるとそれでも倍以上、ようやく非常にお金を投じた高効率の石炭でも石油火力並みにしかならないということで、これから2020年に動き出す新たな発電所でこんなに CO2 を出すものを福島に作ったら、これは新たな負担を福島の人々に押し付けるだけではないかというふうに思います。でちょっと次お願いします。外を見ますと世界は石炭抑制に大きく動き出しています。オバマ大統領は国内の石炭火力発電所新しいものは、もう規制の基準を作るというふうに言ってまして、さっきのグラフで言いますと磯子火力発電所だって建てられないぐらい厳しいものです。そして海外にはもう海外のに対しての石炭の融資はもうやめるということも発表しました。次お願いします。それになぞらえるように世界銀行、欧州投資銀行、それから合衆国アメリカの輸出入銀行、それからオバマ大統領と合意した北欧5カ国などが途上国などに対して石炭の発電所の輸出はもう融資はやめようということが発表されました。これはすなわち、CO2 対策から考えるとこれから石炭を増やしていくというのはもう2度も含めて大打撃であるということであります。次お願いします。しかし、日本は高効率だと、日本の成長戦略だと、かつてのというか、今でも諦めてないと思いますが、その原発と並ぶ技術として石炭推進をしていますが、パッと見ますと日本自体今京都議定書不参加で国際的な排出の義務もありません。そして新たな目標はむしろこれから増やしていくという目標です。そしてアメリカのような火力発電を規制していくという予定もないと。でかろうじてあるのは小さく書いてあるんですが、環境大臣関係級の取り決めで温暖化対策にも配慮してねとか、CCS 地中に埋める技術も考えてねというようなやんわりとした文書だけです。で次に、世界の融資、世界に対しても今この石炭を輸出する先進国として日本は大問題視されてまして、見えないと思うんですが、世界に対して石炭を輸出する融資額で一番大きいののランキングなんですけれども、一番上に JBIC 国際協力銀行があって、最も多額のお金を石炭の輸出にして石炭輸出に投じているということで、世界が逆に向かおうとしているときに、ますます進んでいるということで、次お願いします。世界ではいろんな各地で反対運動が起こっていまして、こちらは官民挙げて取り組む石炭の発電所は、環境にも、我々の農地収奪などの人権問題も含めて大きな問題になっておりまして、コールキルズと書いておりますけれども、日本でいう最高効率の発電所を輸出すると日本は言ってますけれども、大量の CO2 を出す装置を送りつけるということで反対していると。はい、であと2枚まとめに行きます。で、今後 の国際的な気候変動政策とエネルギー基本計画との関係で言いますと、ちょっと意識していただかなきゃいけないことがあるんじゃないかなと思っています。今年その暫定目標として、
増加目標を発表しましたが、来年9月に、バンキムン国連事務総長が主催する気候のサミットがあります、まあ、ここに首相が出席して、2020年の目標をどれだけ引き上げるか、そして2030年の目標をどうするのかということを、まあ、発表し合うような場になるだろうというふうに言われておりまして、ここまでに何か用意しなきゃいけないという一つのタイミングです。で、来年、末 COP20 があって、その、 次2015年の早い時期にはその国連に2030年の目標などを出さなきゃいけないということであります。で、エネルギー基本計画との関係でいきますと、そのサミットまでに2020年目標はもちろん30年以降の目標や方針も提出する必要性があるということでありますので、まあ、明日にも素案が出されるという基本計画は定量的な数字が出されないということであるとすると、次が3年後だとするとこのタイミングに合いません。ですので、またエネルギー計画と気候の計画がバラバラに、そして気候計画は後付けになんかつけるだけみたいな話になりますので、ちょっと問題があります。で、最後にまとめです。以上を踏まえまして、エネルギー基本計画においては、原発依存という同じ過ちを繰り返さないことだとが、重要ということで、私どもは CO2 削減を考えても再稼働なしで、むしろその方が低炭素の社会を作れると考えています。で、それから先ほど来強調しました石炭政策の推進方針を抜本的に変えることと、新設には厳しい規制、そしてリプレースするという場合は石炭ではなくて天然ガスを優先に、から諸外国にも迷惑をかけない、から省エネと再生可能エネルギーの最大限の導入というのは先になりました。宇田川さんが紹介されたような省エネの可能性を政府は全くと言っていいほど視野に入れていなくて、経団連の自主行動計画にお任せです。ここは自主的な取り組みからきちんとした制度に、移行しなくてはなりません。以上をもって野心的な CO2 削減目標を2030年 40% 以上というような数字を織り込むべきだと思います。で、最後に、サミットを意識してエネルギーミックスの検討を、エネルギー基本計画の検討となりますが、環境それからエネルギー横断的に、日本としてしっかり作っていくということに体制を作っていただくことが非常に重要かなと思います。以上です。ありがとうございました。平田さん、どうもありがとうございます。じゃあ続きまして、山崎直之 WWF ジャパン気候変動エネルギーグループリーダーさんよりお願いしたいと思います。ありがとうございます。本日はこのような場で、発表の機会いただきましてありがとうございます。私からお配りをした資料は実は2点ありまして、これから説明させていただくプレゼンの前に、冊子でお配りした、多分、私が到着するのが遅くてお手元にある方とない方とあると思うんですけども、脱原発中黒エネルギーシフトの基本計画というタイトルの書いてある冊子がございまして、こちらは実は私やそれから他のですね、気候変動もしくはエネルギー関係のエネルギー業が合同で集まって作った、市民版のエネルギー基本計画というものです。で、この中では、まず最初に10の原則というものを検討して、で、その10の原則に基づいて8つの柱というものを立てて、それぞれにおいて3年間ぐらい見てどういったことがやらなきゃいけないのかということを具体的に市民の目から書いてみた総合的な基本計画となっています。で、エネルギー基本計画というのはこれまでのパターンですと、あまりその計画と名前はついていますけれども、その具体的に何をするのかということは割合と曖昧な部分が多かったと思っています。ですので、そこにあえて踏み込んで、で、震災後の文脈で何が求められるかを市民の目からまとめた計画となっておりますので、またお時間がありましたらぜひご一読いただけますと幸いです。で、本当はもうとっくに決まっていると思っていたので、これを作るプロセスをかなり早めまして、実は昨年の8月に出てますので、少し古くなってしまった感はあるんですが、ぜひまたご検討いただければと思います。それから1点目です。では早速今度はですね、私のプレゼンの中身に入らせていただきたいと思いますが、ちょっと時間がないので多分最後の方は省略をさせていただきます。次スライドお願いいたします。今日は役目としたエネルギー基本計画に関して問題提起をせよという話だったので、4つほど問題提起をさせていただきたいと思います。で、本当はですね、この後に、私どもが WF ジャパンが作ったですね、エネルギーシナリオというのがありまして、で、それを順次ご紹介する中でこの問題提起それぞれについてお話をしようかと思ったんですが、おそらく時間がないと思いますので、多分このスライドだけでおしまいにしたいと思います。なのでどうぞご安心ください。まず第一の問題提起なんです。
なんですけども、先ほど来からの皆様のご発表の中にはありましたが、まずその最近のこれまでのですね、エネルギー基本計画に関する基本政策分科会の議論を聞いておりますと、数字は入れなくてもいいんじゃないかというような議論があります。で、これは私はすごく危険だと思っておりまして、やっぱり最低限ですね、仮にですよ、仮に原発の数字を入れることができないんだとしても、自然エネルギーをどれだけ伸ばすのか、そして省エネルギーをどれだけやるのかという最低限の数字は入れることは可能なはずなんですね。なぜかといえば、原発を依存を減らすということに関しては大まか合意があるわけですから、そしたら自然エネルギーと省エネルギーの役割は必然的にこれまで以上に高くならざるを得ないと。そしたら絶対にその数字は、検討せざるを得ないというのが一つあると思います。で、逆にそれがないと、例えば自然エネルギーの場合、固定価格買取制度を今後どうやって運用していくんですかと。固定価格買取制度っていうのはあくまで目的があって、目標があって、それを達成するための政策手段ですの で、それがどういう方向に行くべきなのかを定めるのはやっぱり自然エネルギーの目標だと思うんですね。で、省エネについても同様です。例えば省エネに関して、最近議論になったものでは、建築物の省エネ基準というのがあります。で、これをどれぐらいのスピードで強化していくべきなのか、そういったことを考える際には、じゃあ例えば建築物 の寿命ってどれぐらいでしたっけと。で、そういうことから考えていくと、これぐらいのタイミングにはこういう目標があった方がいいですよねとか、あるいは逆に省エネの目標がこれぐらい厳しいんであれば、省エネ基準は当然これぐらいに厳しくなってないといけないですよねということを逆算して分かってくると。いろんな政策に結びつくという意味で、やはり自然エネルギーとか省エネルギーに関しては目標値をしっかり持っておくべきだというふうに思います。次の問題提起に移りますと、もう一つは時間軸のお話です。おそらくですね、仮に数字が入るとしても、今回はおそらく2030年という数字がポイントになってくるのかなと思いますが、同時にやはり検討しなくてはいけないのは2050年という数字です。エネルギーという問題に関わってくるインフラは、どれもこれもがですね、大きな寿命を抱えているものが多いです。で、例えば、いわゆる発電所と呼ばれるものは、だいたい40年ぐらいの寿命を持ってますので、40年後の寿命を持っているものを検討するのに30年までしか考えないというのはなかなか難しいと思うんですね。ですから、2050年というタイミングで日本社会がどういうふうになっているべきなのかというところから考えなければ、当然ながらそういうものに対して、政策シグナルを、インフラに対して政策シグナルを与えることはできないというふうに思います。で、2050年のために持つ数字と2030年経つのために持つ数字との意味合いは変わっている、違うと思うんですね。やはり30年の方はもうちょっと固めに持つかもしれませんが、2050年はややゆったりめの数字でもいいのかもしれない。意味合いとしては役割は変えてあげてもいいと思いますが、少なくともそういう指針は持つべきではないかというふうに思います。そして3番目、野心的な気候変動目標との整合性ですけれども、先ほど平田さんの方からすでにいろいろお話があったので、ね、重複になるから避けますが、今年の、IPCC の第5次評価報告書の第一作業部会報告書というのが9月に出ました。で、これは皆さんも多分ニュースでちらっとはご覧になられたかと思うんですが、その中で一つだけすごいポイントを挙げてくださいって言われたら、私が挙げるのはですね、2度未満と呼ばれるいわゆる国際的な目標を達成するために必要なシナリオは、2070年代に全世界ですよ、全世界で CO2 がゼロになるということを描いています。ということは、世界のどこかでマイナスになっているところがあるかもしれませんし、どこかでプラスになっている、で差し引きで、ゼロになっているかもしれないんですけども、2070年代でゼロになっているということは、日本もゼロということです、基本的には。だとすれば、それが2度未満を達成するためのシナリオなんだとすれば、それを目指そうと思うんであれば、当然ゼロを目指さなきゃいけない。これが論理的な帰結だと思うんですね。 ですから、それを目指すためには当然エネルギーシステムは CO2 を出さないエネルギーシステムになってなければいけないと。で、我々 WWF JAPAN は2070年よりも早い2050年の段階でエネルギーシステムを全部自然エネルギーに移行するべきだということを提言していますけれども、でもそれが仮に無理だと、ちょっとそれは無理ですよと言ったとしても、じゃあ2070年までどういうふうに考えるんですかということは、もし科学をちゃんと踏まえるつもりであるんであれば、当然問わなければいけない問題だというふうに思います。それが野心的な気候変動目標との整合性ということにつながるかと思います。そして4番目、
自然エネルギーを最大限活かせる電力システムということですが、エネルギー基本計画とはまたちょっと分派といいますかね、少し違ったところでもこの電力システム改革の議論は進んでいると思いますが、当然ながらエネルギー全体にとって重要な問題なので、これもやはりエネルギー基本計画の中では大事な問題になってくるかと思います。その時に一つ発想を変えたいと思うのは、今までの考え方というのは、おそらく電力システムは安定供給というのが一番大事なポイントだったと思います。でこれは引き続き大事なポイントだったと思いますが、これからの時代に求められる電力システムの役割には、もう一つ自然エネルギーをいかに大量に生かすことができるか、これを電力システムの役割としましょうということを入れておかないとダメだと思うんですね。安定供給を最重要なポイントだけだと思ってしまうと、どうしてもそれに付したものを、あるいは従来型のものに行ってしまう可能性があります。でこの辺を少し発想を変えて、これから求められる電力システムの在り方って一体何なんでしょうかというところから問い直していく必要があるかなと思います。でこういうことを問題提起としてさせていただいて考えていくと、おそらくですね、一つよく使われる言葉で違うなっていうふうになってきてしまう概念として、いわゆるベストミックスという言葉があります。例えば私どもが提案しているように、自然エネルギーを中心にしましょうというような形、エネルギーのシステムっていうのはベストミックスではないです。自然エネルギーがベストだと考えればベストミックスなのかもしれませんが、いわゆるベストミックスというのは何でもありの玉虫色で、とりあえずいろんな業界団体さんからの意見を取りまとめてまとめましたと、バランスよくまとめましたというのが、おそらくベストミックスという言葉が語られるときにイメージされているイメージです。でその時に注意しなきゃいけないのは、誰にとってのベストかは語られない。ですからそういった今まで多分震災以降我々が唯一共通して持っている概念としては、今のまんまの延長線上のエネルギーの議論じゃダメですよねっていうことだと思います。その時にじゃあ今のまんまじゃないものを考えるにあたって、今までと同じ概念で語ってていいんでしょうかっていうことは、ぜひ皆さんの中でも問い直していただければなと思います。でそのためのヒントとして、私ども W ジャパンではですね、エネルギーシナリオというものを発表させていただいて、ちょっと次のスライドだけ1枚映していただいてもいいです。4分冊で発表しておりますので、ぜひご関心があればですね、後ほどご覧いただければというふうに思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。じゃあ続きまして、吉岡仁原子力市民委員会座長代理さん、お願いいたします。吉岡です。なるべく手短に発表したいと思います。で原子力市民委員会というのは今年4月に発足をしまして、10月に中間報告を出しました。そして来年4月の前半に脱原子力政策大綱というのを、まとめるという、そういうタイムスケジュールで、できそうな感じで、毎日精力的に、取り組んでおるところであります。そこではあらゆる問題を、原子力に関するあらゆる問題を取り上げる。で原発ゼロ社会の実現というのが、一応全体のキャッチフレーズですけど、単にそれは原発をゼロにするということだけじゃなくて、後始末がなお100年とかもっとかかると思うんですけど、きちんと負の遺産を管理していくという、両方の実現する原発ゼロ社会というのを具体的にどう実現していくかという、そういう発想に立って仕事を進めております。で今日はその話も一部含めますけど、基本的には私の意見が多いかなというふうに思いますけれども、次のスライドお願いします。細かい字ですね。20ポイントなんですけど、すいません、これ以上細かくしたら見えないと思うんですけれども、で私たちこれは共通認識で、なぜ原発ゼロが必要なのかということで、再現のない規模の、計り知れないという言い方がいいと思うんですけど、そういう損害をもたらすような事故が現実に起きてしまった、現実に起きた限りまた起きる可能性というのが、優位というか十分起こりうるという、こういうものは
使っていくべきではないというのが、まあ、これが基本的な理由ですけど、追加的な理由としてはいわゆる 3E と言われる供給安定性、経済性、環境保全性というこういう項目を見ても原発というのはそんな優れたエネルギーではないから破局的な事故のリスクということを補って余りあるような3位以上の特性なんてありはしないと。で、即ゼロというのがもう可能であるというのが私たちの認識です。まあ、可能なんだけれども非常にたき増しコストというのが相当甚大になるという認識もまたあります。でその額がいくらなのか、最近出た電気事業便覧で燃料消費量の2010から12の変化とCIF 価格の推移というのを単純に掛け合わせたら2兆5000億円ぐらいなんですよね。で10年なら25兆円とかも、これはかなり大きな負担にはなるんですけど、頑張ればできないことはない。負担増を覚悟で即ゼロも可能であると。で電力供給上はそれほど問題ではないと、まあ、すでに今も問題ではないわけですけど、でただ利害関係者が特に原発によって大きな利益を被っている電力会社とか立地地域とかはありますので、まあ、そういう人たちの納得も得なきゃいかんということで即ゼロにするかちょっと猶予を認めるかというのはまだ議論の余地はあるだろうというのが私たち の基本的なまあ見解であります。次お願いします。でまあ、困難じゃないと、まあ、リーマンショックでエネルギー需要というのはまあ 9% とか減っちゃったんですね。でしかし原発の一次エネルギーに占める比率は 10% ぐらいですから、リーマンショックで出す原発部分が減っちゃったというようなそのぐらいの量である。でしかも今度の事故によって再稼働最大限するとしても半分だろうと。だから実力的には今の原発は 5% ぐらい、一次エネルギーの 5% ぐらいであり、ますます全然無理な対策相手ではないというようなことです。で次お願いします。でパワーポイント8分に終わらせるために10枚にしてあります。皆さんのは倍ぐらいあるんで倍ぐらいかかってたわけですけど、で具体的に電力会社を基本的にはこのパターンでいいと思うんですけど、浜岡1、2号機を廃止して中部電力は3、4号機が今宙吊りで多分絶対動かすべきではないし多分動かないだろうとは思いますけど、3機で361万キロワットという。でところが最新型の上越1、2号機、直江津にあるんですけど LNG 火力が238だから7割方これで埋まっちゃってる。で残りはどうする。で次のページお願いしますと、まあ大野さんなんかの報告で随分指摘されてましたけど、古い60年代から70年代にかけて作られた40年選手50年選手 の石油火力とかそれをガスに転換した火力とか出力で言えば30万キロワットとかこんなのが5万とあります。でこれをやっぱり世界では石油火力というのはもう滅びていますね。欧米では 1% ぐらいの比率しかない。バレル100ドルのを使うなんてそんなバカな話はないからで、だから石油火力を動かして原発が足りない分を補っているなというのは非常に私にとってもあまりにも非合理、札束燃やしているようなもんだというような気もしますので、こういうのは早く最新型ガスにリプレースして足りない分は原発の分はリプレースの基数を1機か2機 LNG 火力を余分に作ると。であんまり作りすぎると再生エネルギーの居場所がなくなっちゃうんで、その再生エネルギーが入る余地を十分に残しつつ必要最小限のガス火力を導入するというのもこれで問題解決です。中部電力は次どうぞ。で東京電力も、まあ、東京電力は潰すべきだと思いますけど、
括弧で後継会社と、まあ、これ 一社とは限りませんけれども、まあ、現在はほとんど首都圏で自給自足的な状況で、あれは総出力で300、400、500万キロワットというのがいくつもありますので、あの千葉県なんて電力大輸出圏で、神奈川県もそう、輸出圏ですね。こういうのでほとんど首都圏で自給自足しちゃってる。一部にあの福島と茨城 の化石燃料の発電所が、まあ、あるというような、もともとこれで良かったんじゃないか、原発なくても首都圏はエネルギー自給自足で福島に迷惑かけることはなかったんだという、まあ、そういう認識も取れますけれども、やっぱりあの石油火力をあんなバンバン、古いのをバンバン炊くというのはやっぱりひどいなというような気はあります。で次どうぞ。でまあリプレイスなんですけど、基本的にはあの先々週柏崎刈羽に行った時に、あの私 の柏崎刈羽はガス火力1号機2号機を作ったらと言ったら、あの市長さんがなんかあの話に乗ってきて、あのびっくりしたわけですけれども、まあ、3、4、5とか作るとあの再生エネルギーの入る余地が狭まっちゃうんで、あんまり良くないとは思うんですけれども、でそしたらまた別の人が後で雑談で、あの柏崎刈羽の使用済み核燃料どうするというようなことで、あのひたちなかって話がさっき出たけど、ああいうところにあの引き取るという、東京湾でもいいかもしれませんけど、ただその場合一体何が起こるかで、あの最近ちょっと考えることがあったんですけど、どうも分厚い鉄板というのは対戦車砲で破壊できると、劣化ウランの対戦車砲なんかなら簡単に破壊できるかも、もう圧力容器も破壊できると思うんですけれども、こんなリスクというのはどう考えればいいのかというようなことが、あのやっぱり問題ですね。あの東京湾というのはちょっと冒険かもしれないというふうに思います。次お願いします。で、まあ、しかし自由度は高く考えた、広くとって考えた方がいいというふうには思います。で再稼働問題ですけど、私たちの考え、あの方に私の考えも一部ありますけど、まずはあの2012年に民主党政権があの原発を将来的に廃止すると決めたんですから、あのそれは多数意見、国民の多数意見が支持していたし、今もそうですから、あのそれをちゃんと実行に移すのがあの現政権の責務であろうということで、まずどうやってやめるかを決めていただきたいと。やめると決めなきゃ再稼働とかの可否を論ずる以前の段階であって、却下というような形だと思います。で一定期間猶予を認めて動かすというような、一定期数を動かすというような、例えばそういう結論が出た場合に限り、あの再稼働というのは検討しても良いというあの立場を私たちは、まあ、取っております。でしかしそのためにはいくつも条件があって、次どうぞ。もうすぐあと2分で終わります。で1つ目は事故の調査検証がなされてない。これは今すぐでも、あの政府事故調が終わってからもう2年ぐらい過ぎているわけ、調査終わってからその間調べられることが多いはずなの、なんでやってないんだろうと。再組織すべきであると。で2番目はあの危機管理体制とか防災体制がほとんどあの改良されていないという。で3番目は新規制基準が不十分であるという、まあ、これはあの新規制基準さえ満たせばあの動かしていい、稼働するために政権は応援するというのが安倍政権の姿勢ですけど、この括弧3だけでそのものが不十分なのに、あの他のいろんな条件を1つだけしかあの考慮してないという点では全くあの適切ではないと思います。次どうぞ。で4番目はまあ住民同意の仕組みが整ってなくて、あの立地市町村と県だけ、都道府県だけでよろしいという古い方式を全面的に改めなきゃいかんと。
で5番目は原子力規制委員会や規制庁の、まあ、実力も姿勢もこの1年間の経過を見ると非常に不十分であると。で6番目は福島原発事故の被害者への今まで の扱いを見てみろと。こういう扱い方を次事故起こればさせられるんだぞと。こういうやり方を改めない限りやはりイエスというのはありえないだろうということで、6つの条件いずれも満たしていないというので再稼働はやめろと、これエネルギー基本計画に書くべきだと思いますね。以上です。それぞれの皆さん本当に限られた時間の中でありがとうございました。それではですね、資源エネルギー庁の担当の方お見えになってますが、すみません、ちょっとお待ちいただきたい、すみません。それでは今それぞれ発表していただきました、出席の方から何か質問等々あればよろしくお願いします。これ平田さんなのかもしれませんが、最近ニュースで見たのでIPCC が温度の問題、海水の上昇の問題に加えて台風のことを言いましたよね。なんかすごい大きな台風がこの今世紀後半には日本近海が一番危ないんじゃないかということを報道で見たんですが、なんかそれについて何かありますか。すいません、 IPCC ではこれまでに起こった台風や、それから干ばつやそれから熱波などが温暖化との関係があるのか、それからこれからもっと起こるのかということを評価していまして、実はこの前フィリピンで起こった台風のようなもの、それから、干ばつですね、は気温の上昇とのにきちんと応答していないので、あまり温暖化との関係ははっきり説明できないというのが今回 の IPCC のレポートなんです。ただこれから2100年に向かってその関係性が非常に高くなるだろうということを予測しているということで、分からないことは分からないと、熱波は起こっているとか氷は溶けているということははっきり言っているんですけど、なのでおそらく報道がちょっと何か分かりませんけど IPCC ではないのではないかと思い、ちょっと私もそのニュースについては存じ上げません、すいません。田島さんどうぞ。何人かの方から、LNG の火力の話も出ておりましたけども、確認なんですが、特にどちら様ですか、平田さんのプレゼンのですね15ページのグラフ、長調臨海とかそういう一番優れた石炭火力でも LNG には届かないというご説明ありました。ただこれ普通に、この電源別の CO2 排出量を見ればですね、そういう議論であればもうそもそも LNG も全然話にならないぐらい出してるわけですね。で皆様のご主張は LNG も含めて化石は全部やめるべきだっていうご主張は聞かれなかったような気がするんですが、そこは現実的な妥協点として、その石油やあるいは石炭は技術革新があっても使わない方がいいけれど、最後の吉岡先生も含めてですね、LNG はこれ仕方がないねと、これはもう現実的にここまで排除する選択肢はちょっと今の段階では無理だねと、こういうことでよろしいですか。過渡的なエネルギーと位置づけていて、ずっと天然ガスだったら使っていいというふうには考えていません。今すぐに代替できるものとして、10年から30年ぐらいの間 でおそらく、40年ぐらいのスパンで代替発電所って発電することで考えますと、大体その2050年に CO2 はほとんど、幅がありますがゼロに向かっていくとなった時には、その時に残っている天然ガス発電所が出す CO2 も問題になりますので、その時にはもうその稼働率を下げて、再生可能エネルギーをもっと優先するとか、あるいは私はあまり好きではありませんが、天然ガス発電所であっても CCS などを使ってその CO2 を何らかの方法で閉じ込めるようなことを合わせて考えなきゃいけないと思うので、つなぎの技術として見ているというところだと思います。私と
私どもの提言の9ページをご覧いただきますと、まあ、あの平田さんのグラフと同じような感じなんですけども、火力発電の排出計算がございます。でアメリカがですね、新設火力に対して導入したら確か 0.4kg ぐらいだったと思いますので、この天然ガスのコンバインドサイクル、これは 0.32 ぐらいですか、十分クリアをしておりますので、そういう意味であの新しいコンバインドサイクルというのは十分に活用できるということを思っております。であの我々の試算では2020年までにあの電力供給の中で 20数%を自然エネルギーで供給し、かつあの省エネを 20% でやったとしても、当然その後の7年ぐらいは火力発電で供給しかもなりませんから、あの相当程度天然ガス火力については増強をする必要があるというふうに考えております。でかつあのそれについては先行きはあの大規模な天然ガス発電所もあるでしょうし、もう一つはこれは日本ガス協会などと考えて言っておりますが、小規模なコージェネーション、これを増入して分散型にしていくことも必要だろうと思っています。でいずれにしましても自然エネルギーが入ってくると、その変動性を吸収するために応答性の早い火力発電が必要でございますから、そういう点でも天然ガス火力の新しいものを入れることは非常に意味がある。ですから、先ほど申し上げましたように、原発プラス石炭ではなくて自然エネルギープラス天然ガスで相当の期間、まあ、過渡期といっても相当の期間ですね、この組み合わせで進んでいくべきだろうと思っています。はい、どうぞ。あの私と河野先生と1ヶ月ほど前、ドイツ政府の招聘でドイツに行き、省エネと自然エネルギーの、まあ、論議というのに参加してきました。でその時大変印象的だったのが、今日山岸さん の, あのプレゼンにもあるように、とにかく数値目標を明確にして国民こぞってこれで行こうっていうメッセージが、私たちのお尋ねしたバーデンベルテンビルグ州、まあ、あの緑の党の首相が出たとこでもありますが、2050年でエネルギー消費半分 50%、 自然エネルギー 80%、 温暖化ガス削減 90%、 50-90-90 っていう 50-80-90 というのを2050年でもうどこでも分かる標語に書いてあったんですね。で日本でそういう標語があるのは80歳で歯が20本、80-20 でもすごく分かりやすく安くてそれを目指せっていうのでいいと思うので、あの皆さんにちょっとあの言ってほしいんですけど、でもあのそれじゃ申し訳ないから大野さんと山岸さんに、日本はまあ再生可能エネルギーのポテンシャルもいっぱい持ってるし、省エネ技術もまだまだあるっていうことで、2050年、あなたならどんな提案をなさいますでしょうというのを、すいません大野さんと山岸さんでお願いします。その点まだ我々あの試算をしていませんので、あまりいい加減な数字は上げられませんけども、あの我々が計算したのは、政府が昨年ですね、経産省さんと環境省さんが、あるいは年間戦略会議がいくつかのケースを想定してましたけども、その行為シナリオで行って省エネルギーを 30% やったとすると、その結論として2030年に、電力供給の 40数%は自然エネルギーになると、そういう計算はしております。であの40何パーセントなんていうと、とてつもないみたいに思われるかもしれませんが、あの9月にドイツで総選挙がございましたですよね。で今大連立であのどういう政策を目指すかっていうのが出るんですけども、ちょうどそ の, あの連立政権が合理したあの再生可能の導入目標っていうのが2035年までに 55% から 60% という目標です。でこれすごく高いと思われるかもしれませんが、ドイツではあの自然団体とか環境団体からはですね、これはこういう低い目標では自然エネルギーの導入を阻害すると言われているということでありますので、日本の常識で判断してはいけないということだと思います。あの私どもが今日説明し損なったですね、あの WL ジャパンのエネルギーシナリオが想定しているのは2050年に自然エネルギー 100% です。これは電力だけじゃなくて熱とかも含めて、少なくとも日本 の, エネルあの自然エネルギーのポテンシャルを最大限生かすことができれば、そして電力系統があの十分に活用できるという想定であればそれはできると。でただしこの前提となるのが省エネルギーでして、省エネルギーの方でもいわゆる最終エネルギー消費と呼ばれるものが、まあ現状の約半分、つまり 50% に落とすことができると。これはあの省エネルギーの方は多少いいのはあの自然源 で, あのでも2020年ぐらいをあの
2020年代をピークにですね落ちていくと、人口が減っていくのでまあ当たり前なんですけども減っていく部分があるので、そこからさらにエネルギーの無駄を省くということによってできるというふうに考えています。ただこれは政府が想定をされている例えば産業部門における省エネや、あるいは業務部門における省エネより随分と前倒しでの省エネを想定しているので、そうなるというような数字になっております。ちょっと補足をすると、2050年は、まあ、例えば CO2 では 80% というのは前の、前の自民党の時も決めているので、まあ、その中でのいくつかの、まあ、政府はそれなりコンサバティブの目標を出せばいいと思うんですが、その大事なのはですね、割と手近な、まあ、ちょっと2020年がちょっと近くなったので2025年か30年の方がいいかもしれませんけど、手近な目標でちょっとつま先程度の目標を立てるということの方がすごい大事だと思うんですね。でというのは目標値は今日本はまだドイツ的には立てられないんですけど、目標値は上がっていくということなんですね。その、ドイツは2000年に立てた足元 6% の目標値を2010年に向けて 12% 倍の12だったんですけど、蓋を開けてみると3倍近い 17% と。でその2010年に2020年の目標を35と掲げて、で今回の連立協議で2020年は社民党は 50%、キリスト教は40から45といって、まあ、結局40から45ですが、その保守的な方によっても35から上乗せになっているんですね。時間が経てばそのプログレッシブに加速度的に増えていくっていうのがこの今世界的な現象で、まあ、まともな政策を取ればですけども起きている現象で、これは まあまさに今日の財団の資料にあるその分散型でそのプロシューマーというかですね、その、ローカルオーナーシップというか多様な主体がどん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 入ることによってこの加速度がですね、担い手が広がることによる加速度的効果っていうのが今起きているわけですね。と、まあ、コストがどんどん下がると。ですから2050年はもちろん大事ですし、その 80% は揺るがせないと思うんですが、手近な目標でしかしそれをオーバーシュートするっていう、やっぱ成功体験を日本はきっちりたどることでドイツと同じようにですね、蓋を開けるととてつもなく増えているという世界というものをしっかり加速度的にその現実を作るということが大事だと思うんですね。どうもありがとうございました。それぞれ、エネルギー供給計画見直しに関して、省エネ、再エネ導入あるいは気候変動との関係等々から論点をお話をいただきました。また質疑の中でこう意欲的な、またきっかけの目標を立て、また意欲的なものにより進んでいくんだと、進むべきだというお話もあったと思います。それでは大変にお待たせをいたしました。だいぶ当初より時間がずれ込んでおりますけれども、エネルギー基本計画策定に向けた審議状況等ということで、資源エネルギー庁の総合政策課需給政策室長の奥谷さんから、まあ、10分ほどでお話をいただきたいと思います。ただいまご紹介をいただきました資源エネルギー庁総合政策課需給政策室長の奥谷でございます。本日、資料の方4点ほどご用意をさせていただいております。前回こちらに、こちらでお話をさせていただいた時も議論をしている主な議題の方、ご用意させていただきましたが、引き続き議論の方月3回ぐらいのハイペースでずっと続けておりまして、議論の幅が非常に、多方面にわたって議論が行われているということでございます。一応個別にですね、各会においてどのような議題が議論されているのかということについては次のページの方でざーっとご紹介をさせていただいておりますけれども、だいたい上のですねこの1枚の主な議題の紙の方を見ていただくと、こちら今日の話の中で基本計画のフォーマットのようなものについてもということだったので、どんなような整理で議論がされているのかというようなことも一応ここでざっと把握をしていただけるかというふうに思います。でまず一番初めに何よりも
エネルギー政策バランスよくですね、安定供給、そして環境で効率性、そして安全性と、やはりここのところをきちっとこの基本的な視点を確認した上でバランスの取れたエネルギー政策を実現していくことが必要だろうと。で、ともに東京電力福島第一原子力発電所の事故で、これに汚染水の問題でありますとか、でそういったものをどう今後対応していくのかというようなこともこちらの分科会で議論されております。で続きまして、まさに基本計画 のそれぞれの中身のような話になってくるわけですけれども、生産調達、流通、消費というようなそんな、形でそれぞれ整理をしています。で生産については、化石燃料を中心とした資源を中長期的にしっかり確保していく、でそして再生可能エネルギーをさらに導入していくため、でどんな課題があって、どういう課題、どういう対応をしていくのか、そして、原子力政策という形で生産調達段階について議論していると。で流通段階につきましては、まさに現在進んでおります電力システム改革で、電力システム改革と相まってガスシステム改革についてもですね、エネルギー分野の産業構造を大きく変えていくための制度改革をどう進めていくのかというような形で議論をしていただいています。消費段階でこちらの方、省エネというものもございますし、スマートコミュニティのような形で分散型のところに需要家の方が、半分供給者のような形 でもしくはディマンドリスポンスを使った形で、余分な供給を、で供給規模を維持しないといけない、で すなわち投資をもっとしないといけなくならないように、賢い消費をしていただくことで、過大投資を招かない適切な規模を持っていくような仕組みというのはどういうふうに作っていけるのかというような話をしていただいております。でこのような生産、流通、消費という段階の議論とともにですね、横割り的な形で制度改革が進んでいくと産業構造が大きく変わっていくので、じゃあ今後どのような産業構造になっていくのか、で長期的にやっていかなければいけない技術課題は何か、例えば水素のようなものですね。でさらにエネルギー政策を推進していく上での、まさに国民各層とのコミュニケーションで、これをどういうふうに立て直していくのかというような議論をしていただいてきております。でさらにアメリカやIAEA ですね、ヨーロッパにパリに本拠があるわけですけれども、 IAEA の方からもですね、ゲストを招いて世界の状況と世界から日本がどう見えているのかというような話なんかも聞いております。その関係で一応参考資料に、まさに11月の28日前回になるんですけれども、 IAEA の事務局長マリア・ファンデル・フーフェンスに来ていただいてお話を伺っております。でここのその際のですね、資料も今日は参考のような形でご用意をさせていただいています。でこのような議論をしていただいているその背景ということで、エネルギー情勢についてということで、ちょっと3つ目の資料をご用意をさせていただいております。でエネルギーをめぐる日本の状況ということで、一応概要をざっと掴んでいただけるようにしておりまして、でまさにこういったベースのデータのようなものを認識した上で議論を進めていただいているということです。でこちらの方、簡単に資料の方を説明させていただきます。で一つ目は一次エネルギーの供給構造ということでございまして、まさに第一次石油ショックの時で、この時はもう石油ということでございます。で石油への依存というのは75を超えていると。でその時に石油ショックがあって、やはり今でもよくほとんどの人がよく覚えていると思うんですけれども、トイレットペーパーがないとかですね、そんなようなことでも日本中、世界中が大騒ぎになったということです。でその後ですね、2つの方向から、1つはですね、石油に寄りすぎているこのリスクを分散させていく、でそれとともに、国内でエネルギーを確保するためにどうするのかということで、前者について言えばガスでありますとか、でそういったものの使用を拡大してくる、
で後者について言えば、原子力のようなものを作ったのを導入していくというような取り組みが進んできたということです。で2010年まさに、震災の前の状況では石油は 40% まで落ちて、でその分大きくやはり伸びてるのはガスで、これが約 19% 以上まで伸びてきたと。でそれが、2012年の状況においてはですね、原子力がなくなって、で大きく伸びたのは天然ガスの利用ということです。でここのところで、やはり日本資源がございませんので、どうしても海外からのエネルギーに頼るということになるんですが、第一次石油ショックの時、海外からの化石燃料に頼っていた依存度というのは 89.7% だったんですけれども、現在は 92% という状況にまた元に戻ってしまったというような状況になっています。ただエネルギー構成は変わっています。で次のページは一次エネルギーを受けて、で電源のところでございます。で電源も同じような、形で石油から別のものに構成をシフトさせてきたという歴史です。でここでまさに原子力、そして、天然ガスというものが主役のような形で大きく伸びてきたわけでございます。でただ2012年度の直近の確定値を見るとですね、ここが LNG が大きく、さらに大きくなっている。で石油も比率を増やしています。で海外への依存度というのは一次エネルギーよりもちょっと状況はよろしくございませんで、一次石油ショックの時海外への依存度って 76% で、当時は国内の石炭がございましたの でそこのところとかがあったんですけれども、現在の、海外の化石燃料に対する依存度というのは 88% というような状況になっています。で続きまして3ページでございます。で100万キロワットの、電力を確保するのにどれぐらいの燃料が必要なのかというようなことで一応ざっと並べています。馬力があるということで、原子力は、あまり燃料は必要としないということになるんですけれども、この中では天然ガスはやはり燃料の投入量という意味ではベターと、他の化石燃料と比べるとですね。で一方で在庫の状況というのは少し気になるところはございまして、ご案内の通り石油は備蓄制度すごくしっかりしております。でこれ民間 の発電用の備蓄だけで67ということで、他に国家備蓄がありますの で石油の方はこれは盤石とは言いませんけども、しっかりとした備蓄体制が組まれていると。で一方で LNG については特に最近になって数年、ここ最近になって依存度が高くなっているという理由もございます。ただ在庫日数が、ちょっと短いというような状況を抱えていると。でこんなような状況を、日本のエネルギーの構造は今抱えているということです。で4ページでございます。で化石燃料の調達が増えてきたことで、やはりどうしても貿易収支の方はちょっと苦しくなってくるということでございまして、2011年には31年ぶりにちょっと貿易赤字にちょっと転落をしてしまうというような形で、いかにですね化石燃料、今頼らざるを得ない状況の中で、これをどう購入費を圧縮するのか、どう多角化をしていったりとかですね、いうような形の取り組みを進めているというのが現状です。で続きまして5ページ6ページでございます。5ページは電力各社、電力料金の値上げを、申請して6社がすでに料金の改定を行っていて、でさらに7社目、中部電力さんの方から値上げの申請が来ているという状況です。で6ページがですね、実際の電気料金の動きということでございまして、一応値上げの申請などを受けるわけですけれども、燃料費が変動することで電気料金や自動的に動く燃料調整費制度ございます。でこれの影響が特に一次エネルギー石油とかですね、そういったものの値上がりの影響をちょっと直接受けてしまうのが最近の状況になっておりまして、
例えばです、これは東京電力の管内において 26% ぐらいですね、震災が起きた時の電力と比べると上がっているというような状況になっています。で7ページです。で一方でですね、固定価格買取制度の導入ということ で固定価格買取制度の導入の結果、やはり発電容量、登録されている発電容量というのは大きく増えています。大きく増えています。で特に大きく増えているのは非住宅の太陽光で、やはりかなり期待が大きいと思います。風力とかですね、特に規模が大きければ経済性が高いというところもあって、風力でありますとか地熱でありますとかで、そういったところやはりどうしても建設までの その時間、環境アセスメントとかそういったところの時間がかかってきてしまうので、ちょっとまだですね、その目に見えてドンと増えている状況ではありませんが、こういったところは今後しっかり伸びてくるのかなというふうには思います。で一方でやはり固定価格買取制度を入れると付加金という形で、コストは、アットオンされてくることになります。2013年度の段階では40銭、キロパーキロワットアワーの負担ということで、これ大体標準的な家庭のモデルケースでいきますと1月で120円の負担という状況です。で最後8ページです。でやはりですね、化石燃料への依存が高まった結果ですね、でかなり順調に温室効果ガスの削減、排出量の削減というのは順調に動いてきていたところ、やはりちょっとここは化石燃料への依存が高まった影響がそのまま出てきてしまっていて、非常に大きく、特に一般電気事業者の排出するところというのは大きく二酸化炭素、温室効果ガスの排出が増えているという、こんなような状況にあります。でまさにこういったところがですね、エネルギー、我が国のエネルギーが直面している状況ということで、このあたりの認識を持っていただきつつ議論をいただいているということでございます。でそれとちょっと参考でご用意させていただきましたけれども、IEA 世界の方でどう見ているかということで、先ほどもいろいろお話がございました。ガスの話とか非常に面白い話がありますので、ざっと見ていただけるといいかと思います。で一番初めのページ、ちょっと簡単にご紹介だけさせていただきますと、各国の役割が転換しつつある、輸入国が輸出国へみたいな話出てますが、これまさにガスシェール革命に沸く、これはアメリカをやはりイメージしているということだと思います。でそれと輸出国が需要増の中心になっているっていうのは、これまさに中東で輸出国なんですが、需要が実はかなり増えているということで、実は世界のエネルギー需給構造というのはかなり変わってきているという認識が持たれているということです。このような状況の中で我々のエネルギー政策をどう考えていくかということは非常に重要な問題になってくるだろうと。でこのページの一番下にありますけれども、ガス、これは北米大陸はシェールガスが入ってきた関係で、ガスの天然ガスの価格差、国際的な地域間の国際価格差ってのはかなり大きくなってます。でそれとともにやっぱり電力価格の価格差も非常に大きくなってます。でこういったところが産業にかなり大きい影響を与えるだろうというようなことが IEA の方でも分析をされておりまして、ちょっとページが振ってなくて大変申し訳ないんですけども、後ろから4ページ目のところ、エネルギーから経済を活性化できるかというスライドがあるんですけれども、こちらを見ると現在のような価格差があるとアメリカは伸びるわけですけれども、日本とヨーロッパがですね、エネルギー集約型製品の世界の輸出市場に占めるシェアというのは大きく落ちるだろうと。でエネルギー価格のところに対する警告というのがですね、 IEA の方からは結構強く出されていたということです。で最後のページ、日本への示唆ということで、まさに事務局長の方からお話しいただいたところで、こういった地域間格差のようなものを取り除いていくためにエネルギー効率を上げていく、
まさに省エネでありますとか、その高効率な発電設備を使うとか、需要をどうスマートに使って供給構造に跳ね返していくのかとか、そういったところはまだまだやるべきところはあるんだろうと。でそういった取り組みと、あのガスは残念ながらまだ石油のようなですね、あの市場にはなってございませんので、ガスの国際市場を作っていくとか、もしくは北米からアメリカでありますとかカナダで、こういったところからのガスを入れることで地域間の価格差を縮小し得るだろうと。ですなわち日本政府、日本としてはガスの輸入先の多角化というのをもっとやっていくべきだろうと。で原子力そして再生エネルギーについてはやっぱり国産エネルギーということで、いろいろなエネルギーの安全保障でありますとか気候変動問題への対応で、そういったところに貢献していけるということでお話がありました。で再生可能エネルギーについてはここはグリッドパリティというか、要するにこうある種の限界、価格が下がっていくところの限界のようなところも見据えつつ、慎重に一番効果のある形で導入を進めていくスキームというのを考えて、導入を拡大していくことで効果を大きく引き出していくということが大切じゃないかと、そんなようなお話がありました。でこんなような形でですね、まさにエネルギー情勢で、さらに海外の方々から見て日本の情勢どう見えるかというようなご紹介などもいただきながら議論をしてきているというのが現状でございます。すいません、ちょっと長くなりましたが以上です。はい、ご丁寧な説明をありがとうございます。では皆さんの方から、せっかくですから今日ご参加いただいた有識者の皆さん、あるいは残りいただいている議員の皆さん、どちらでも結構です、わ私はと思う方を手を挙げてお願いを申し上げます。いかがでしょう、いいですか。はい、じゃあお願い、平田さんお願いします。ご説明ありがとうございました。これまでのところは分かったんですけれども、この先報道等でも出ているんですけど、この先エネルギー計画が決定されるまでのプロセスを確認させていただきたいのと、それから私気候変動の関係でエネルギー政策を見ている立場から、この前CO2 とか温室効果ガスの削減目標を暫定的な形で政府として発表されましたが、この先しっかりした目標を作らなきゃいけないといったときに、次に今回まとめられるエネルギー基本計画をもって、エネルギーのことを含めた温室効果ガス目標は作れる状況になると考えていいんでしょうか。2点ご質問いただきました。まず決定プロセスということでございます。で、私たちの経済産業大臣の方も国会の方でですね、まさにこちらの総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の議論を年内に取りまとめをしたい、して取りまとめを考えているということをお話をいただいています。でその後に閣議決定ということになっていくわけです。でその間またいろいろな形でパブリックコメントでありますとか、そういった形で、プロセスを経て最終的に閣議決定に行くということになります。でこれまでも実はパブリックコメントのようなものについては、毎回毎回国民からのご意見というのを受け付けていて、いただいててですね、で毎回実は分科会の場でも紹介をしているんです。である新聞の方でですね、ここにアプローチすれば意見が言えるっていう報道してくださったものですから、うまくそれがはまって意見が増えたりとかしてますので、そういった機会もパブリックコメントがこう動く前の段階でも意見言える状態になってますので、そういったところはぜひですね、ご認識しておいていただけると嬉しいなというふうに思ってます。で2つ目の削減目標の、策定ということです。でそちらの方はまさにエネルギーミックス構成バランスがどうなのかということについてのご質問だと思います。ここのところエネルギーミックスについてどう扱うかということは基本政策分科会の方でも議論になってます。
でミックスを作るべきだというご主張される委員の方もいらっしゃいます。で一方で、原子力の再稼働とか再エネの導入がまだフィットも始まったばかりでどういうトレンドを示すかわからないのでミックスの数字を今出すことがまあ、フィジブルなのかとかでそういった形で議論はまとまってません。経済産業大臣の方ではですねまさにこういった原子力の原発の再稼働とか再エネの導入状況でただ一方でご指摘いただいた通り国際的に地球温暖化の議論動いてますの でそれに合わせた形で私たちも用意していかないといけないということで、そういったそれぞれの状況いろいろな状況を見極めて速やかに3年以内にその速やかにエネルギーミックスを策定しエネルギーミックスの目標というものを策定したいというふうに国会では答えてきているということで今回のエネルギー基本計画でエネルギーミックスが出るか出ないかという点については置いておいてもし出なかったとしてもエネルギーミックスについてはいずれにしろそれは作るということになります。はい、他はどうぞ。今日はご説明ありがとうございました。これまでの議論を拝見していてそれから今日お出しいただいたこのこれまでの主な議題というところも拝見しますとなんとなくこう章立てとしておそらく念頭に置かれているのがこれで合っているのかっていうのをちょっと確認させていただきたいんですが従来からその生産調達段階で流通段階そして消費段階で、今日の議題のところには書いてありませんがこれまでの基本政策分科会とかその前身の総合部会での資料を拝見すると横断的課題と、この4つが大きな章立てになるのかなとでおそらくその事務局たる資源根庁さんとしてはその辺でうまく議論をまとめていければというふうに考えていらっしゃるのかなと思ったんですがで例えば再エネの分野については生産調達に組み込ん で電力システムとかをその流通のところとかに組み込んででディマンドレスポンス云々かんぬんっていうのは消費に組み込んでと、そんなような章立てで、書かれていくとでエネルギーミックスは仮に入らないとすればその数字は入らないけども、何らかの方向性がそれぞれの分野について書かれると、そういう感じで合ってますでしょうかっていうか今回議論をいただいている中で多分一番これまでの議論の仕方と一番違うのはまさにご指摘いただいたですね生産調達流通消費という多分構成のところ でこれまでやはりエネルギー源ごとに組んでいくのがオーソドックスなやり方だったというふうに思います。今回委員の方々からもこの3つの章立て付けをすることでですね例えば流通のところとかを意識することで生産側に対して消費の動きが生産の動きを決めるとかですね今までは どうしても需要量はこれだけあるはずだっていう仮定を置いてでそれで生産をしていたのでどうしても消費サイドと生産サイドが分離した形になっているでそれによってどうしても発電設備の投資量が大きくなってきてしまうとかですねでそういうようなところとかの課題が指摘されてきたんですがこの流通を絡めることでですねそれぞれが連携して一番効率的なエネルギーサプライチェーンを構築していくというような発想が入ってきているの でここのところはまさに一番ある種こう新しい視点のところになってきます。でまさにご指摘いただいた通りでそこのところというのは私たち自身も非常に意識をしています。でそのような事情があってですね消費段階のところはまさに消費面需要面から見たエネルギー政策のあり方ということで1行なんですが結構省エネでありますとかディマンドリスポンスとかあと消費者の方が実際に供給側にも入っていくという意味で分散型エネルギーシステムみたいなものですね。でそういったものもかなり議論されているというふうにご理解をください。で一方でミックスのような話になるとこれはエネルギー源のそれぞれの特徴を整理していくことがどうしてもエネルギーミックスを議論するときには それぞれのポーションとかそれぞれの役割付けというのが重要になってきますので今回について言うとミックスの数字ですねは出ないとしても各エネルギー源の位置付けそれぞれ特徴がある例えば馬力は
あるけど排出量が大きいとかですね、でそういったそれぞれエネルギー源特徴がございますので、そこの性格特徴を踏まえて位置づけを、整理するというようなところまでは、ご議論をしていただいてまとめられたらというような方向で議論が進んでいます。他はいかがでしょうか。じゃあ篠原先生お願いします。シェールガスについて教えていただきたいんですけど、なんか分かりませんけれども、もうそれほどシェールガスが北米でも生産されないんじゃないかと、もうピークだと。なぜかというと潜在量としてあるのかもしれませんけれども、岩を砕くのに化学物質をいっぱい使ってて、地下水を汚すんでですね、規制がないというのが問題になってきてますし、いろんな環境上の問題があって、そんなに供給できないんじゃないかという話が一方では聞こえてきてるんですけれども、だからそんな話はこの、ワールドエナジーアウトロックの中には全然見えないという感じがするんですけどね。それからずっと言われてきてるエネルギーの消費量と生産性の向上というか GDP の関係というのもですね、今までと違ってきてるんじゃないかという話もあるんですが、まあそうでもなくて、やっぱりそれは相当相関関係があるんだというふうに、なっていて、それを前提にいろんなことが行われてるような気がするんですが、そこの点の変化はないんでしょうかという、この2点お願いします。まずシェールガスですけれども、シェールガス自体のリグというのはですね、減っているんですが、でこれ最大の理由は実はガスだけじゃなくて、アメリカはオイルの生産も実はものすごく増えています。で世界で一番オイルの生産量をここ3年とか4年の間で増やしているのは、これはもう孫ことなくアメリカでございまして、でオイルの生産をすると何がついてくるかというと、随伴ガスで、これはただでついてきてしまうので、随伴ガスがかなり入ってくることで、シェールガス自体どうしてもガスとして市場で見た場合には価格が上がってこないので、小休止状態になっているというふうに分析をするアメリカの人たちが多いです。でいろいろ例えばフラッキングの技術によってですね、水質汚染があるんだとか、でそういった議論は確かにアメリカの中ではございます。で一方でフラッキングによるその水質汚染は起きないような技術を使っているという議論もあってですね、でそこはいろいろな形でアメリカの中では議会でありますとか、そういったところで随分議論はされています。でそういったようなバランスを取った上で、まさに日本へのガスの輸出というのはどういうポジションを取るべきかというようなことが議論されてきたということで、一応そういったところを踏まえつつですね、輸出をするとガスの生産が大きくなるんじゃないかとか、ガスの価格が上がってしまうんじゃないかとか、そういった議論があった中で、一応最終的に今のところ日本へのガスの輸出が認められたということでございまして、アメリカの、ガスの生産で、さらに言うとオイルの生産ですね。でここはやはり当分の間は伸びていくというのが一般的な見方です。であとはもう先ほどの随伴ガスとまさにその天然ガスとして開発するかっていうところのそのバランスのところで、シェールガス自体の開発っていうところは判断されますが、ガスの総体としてはですね、そこは生産はやはり大きいということですね。アメリカの石油生産はどの地域で増えて、大陸だなとどん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 進出して、はい、相当沖に出てということなんですけど、どこで生産拡大してるんですかね、石油の生産は。石油ですか。でアメリカはもともとですね、特にメキシコ湾岸、メキシコ湾のオフショアがかなり大きかったんですが、ここに来てライトタイトオイル、シェールオイルですね、まさに岩盤の中に入っているオイルを取り出すというような技術も出てきておりまして、でそのあたその
ようなガスが取れるのはあのカナダとの国境あたり、ノースダコタのあたりがかなり有望なあのバッケンとかですね、そういった地域が有望だということで最近開発が進んできているということです。で続きまして、2つ目は、はい、消費量と生産性 GDP を、はい、失礼しました、日本について言うとですね、あのすいません、前回実はその資料をお持ちさせていただいてて、今ちょっと手元にないので、あのこの数字が正確かどうかは別です。あの1973年のオイルショックの後に日本の GDP とあのは、まあ、2011年ぐらいまでで、だいたい GDP で 2.3 とか 2.4 倍に拡大しました。で一方でそのエネルギーの消費量について言えばそんなに高くなくてですね、これが 1.3 とか 1.4 倍で、したがってあの日本について言えばですね、あの経済成長を省エネルギーで実現するというモデルを組めてきているというのはこれは事実だと思います。で一方で一般的にはやはりあの経済成長あのというのは人間の活動が活発化するということになりますので、やっぱり経済成長とエネルギーの消費量っていうのはやっぱりこう同じような形で動くケースの方が多分世界的には多いのだろうと思います。ただしあの日本でそこのところがですね、同じようあの経済成長を大きくしていてもエネルギーの消費量をそれほど伸ばさないというようなあの取り組みというのは成功はしてきておりますので、こういったモデルを、みんな使って、まあ、ある意味磨いていくことでですね、そこのところが1対1なんだというようなことにはなっていかないようにはできるんだろうとは思います。はい、あのご説明にあった点であのもう少し突っ込めば質問もあるのですが、時間の制約で最後に私の方からもうすでに事務局案は出来上がっているのかどうか、ちょっとあの具体的なことを教えていただきたい。だいたいまああのこの基本計画の委員会に諮るにも事務局案というものがいりますでしょうし、それはもうあの、うん、担当事務局としてお作りであるのかが1点と、あとまあ全体を伺ってその消費と生産というところに着目をしていると、消費量ということでありますが、逆に言うと一体どのくらいあの省エネルギーをやっていけるのか、その、目標なり何なりはお持ちであるのか。で最後の3点目が福田政権の時に閣議決定をされた2050年で 80% の温暖ガスの、削減というのは今も資源エネ庁としてお持ちなのか、まあ、それと合わせて今度の基本計画は一体何年くらいまでをこう視野に展望して出されるんでしょうか。案文ということなんですけれども、あの作っておりますと、あの作成中というのが正確です。あのできるだけ早くあの委員の方々にもそれをお示ししてご議論いただけるようにということで、明日あの基本政策分科会の方行われますけれども、まだ委員の方々にもそういった意味ではあの全体についてご議論いただくための資料をお届けできてないという、あの私もちょっとこれから戻ってまた頑張ってあの仕事をするという状況です。あのこれはあの実際のところです。ですね、議論ができるような状態にしたいなと思っていて、あのただまだ委員の方々にあの 2,3 日前にあのご説明に上がること多いんですけれども、ちょっとまだご説明に上がれてないというのがあの今の実態です。で続きましてあの省エネ目標 80% のところですが、あのこれについてあの 80% を一応目指すということであの決まっているというふうに認識しています。でそれについて変えたということはあのないですね。はいはい。でこれまでですね、あの時間軸についてはあのまさに分科会の委員の方々にそこのあたりのところもうちょっとクリアな形で多分議論していただくことになると思います。あの時間軸何年をあたりをターゲットにするんだとかってそういうような形の分科会の議論はまだございません。
省エネ目標の導入ですね。でこの省エネ目標のところは実はあのエネルギーミックスの議論と連動をしてくることになりますので、あの需要と供給って決してバラバラのものではございません。でしたがってあの数字を片方だけ入れるっていうのはちょっとそこはというところがございましてですね、あのどういうエネルギー源構成になると省エネというのがどう効いてくるかとかってそういうような話になってくるので、エネルギーミックスの数字が入らないということになると、あの省エネの個別 の, あの目標のようなものもちょっと入れづらいんだろうなというふうには思います。はい、ではあのまだまだご意見終わりかもしれませんが、早く帰って明日の原案を作んないといけないでしょうからあのここで終わらせていただいて、まあ、あのこの国会明日が閉会となると、ちょうど閉会中に、まあ、エネルギー基本計画 の, あの、委員会が行われて、提出され、まあ、パブコメはそれ以前でも受けておられるというお話でしたので、皆さん積極的にあの意見投稿をいただきまして、よりあの原発事故福島を受けて初めての基本計画になりますので、国民の思いや願いに添えるようなものにしていただきたいと思います。今日はご協力皆様ありがとうございます。終わらせていただきます。